有本香織日本のメディアが目隠しする側に回ったと北朝鮮ではなく J アラートを批判したり北朝鮮の脅威を軽視するマスコミがある評論家有本香織氏の指摘目隠ししている人に対して担当を向けても本人はわからない今の日本はそういう状態その原因はメディアが目隠しする側に回っているから これが日本の最大危機で北ミサイルよりも危機。国兵士、沖縄タイムスは社説で自国の安全を高めるための防衛力の増強や同盟強化が他国の誤解を招き緊張を高めると主張している。こんな馬鹿げた議論がどこにある。強盗犯ではなく戸締まりする人を非難していると同じこと。こんな社説を書く人間はクズだ。 J アラート発砲を非難した慶応大学教授金子勝、北朝鮮脅威を否定するタレントテリーと、そして、沖縄タイムスは、日本人の命を軽視してるとしか思えない。さらに、日本の上空、電磁波破改革攻撃の現実性が浮き彫りになってきた。北朝鮮は、アメリカ攻撃より、同盟国日本破壊を、対米交渉の足がかりにする可能性がある。 防衛時敵地先制攻撃を憲法で封ぜられている日本、手足をもがれてもなお、一国平和主義にすがりつくのだろうかネット上のコメント。日本人は、自分の頭で考えないと、本当に崩壊、消滅する、敵を殲滅、することが、殺人罪に問われる現状。軍法を作り、 国防が殺人になるような異常な現状を止めなければ日本が崩壊する。マスゴミの闇を暴く勇敢な方がもっと増えてほしい。北朝鮮の脅威を軽視するマスコミ。有本さんはうまいこと言うなぁ。まさに日本はそんな状態。もうマスコミは信用できない。視聴率が取れれば何を言ってもいいのか。 今日の有本香里さんは言葉にしたくてもやもやしてるところを全部言ってくれた感じ国連中ロの外交も大事だろうが日本が独自でやらなきゃいけないことがたくさんあるマスコミは一貫して日本防衛について曖昧な報道や評論に終始し目の前の危機をどうしのぐかの報道キャンペーンにも及び腰だネットで危機を語る皆様を 寝とととうよと言いいかねないところがある危機的事実を正しく知り必要な防御と攻撃を備えることは当たり前のことなのだ。